はい、こんにちは、こんばんは、おはようございますということで、本日もよろしくお願いしまっちょ。はい、今週も週5日間ジムに行くことができております。最高でございます。今週も1週間お疲れ様でした。はい、ということで8月に入りましてですね、私今月自分の人生の中でのビッグプロジェクトと僕は捉えてるんですけど、まあ、自分の先祖のねルーツを辿っていく旅っていうのをね今月やります。これは別で動画出しますので、まあ僕のね先祖のことを知らねえよって感じかもしれないんですけど、まあただその僕の先祖が生きた時代っていうのは皆さんの先祖様もね生きた時代ですので、まあ同じ時代を僕の先祖も、まあ、視聴者さんのねご先祖様も同じ時代を生きてますので、まあ、もしかしたらどこかでご縁があったかもしれないっていうところでね、まあ、なるべくこうちょっと調べられる限り調べて、その時代的背景だったりとかね歴史の部分とか、僕日本史も世界史も両方とも苦手で本当に勉強してこなかったんですよ。僕大学受験英数国で受けた本当に稀有な人種なんでね、本当にちょっと特殊なタイプなんですけど、文系だったんですけどね、日本史世界史が本当に苦手で覚えられなくて逃げたタイプなんで、ちょっと改めてね勉強してその時代背景みたいなところもねお伝えできればいいかなとは思ってるんですけど、まあそういうところで、まあ皆さんもねなんかこう自分自身のご先祖様に対してなんかこう興味を持っていただけたら、まあいいのかなとも思うし、なんかこうそのご先祖様の何だろう辿ってきた歴史というかルーツというか、なんかそこが何か一つかけ違えていただけで、僕らっていうのは今この世界に存在していないわけですからね。だからなんかそこの、なんていうのかな、ご縁みたいなところっていうのもなんかこうそこにロマンを感じていただけたらいいかなと思っております。まあそんな思いでね、この先祖巡りの旅に関してはちょっと別で動画を出したいかなと思っておりますので、ご期待いただければと思います。でまあ今月その旅に出ますので、まあ、ホテルだったりとか、電車、ね、新幹線予約取ったりとかっていうところでもうすでにちょっとワクワクしてるんですけど、まあ、僕は神奈川県に住んでて、まあ、ちょっと辿ってってね、まあ、秋田そして長野と、行くわけですけれども、なんかこう全然関係ないんですけど、仕事の方もねなんか出張が今月入ってさ、福島県の会津若松っていうところに出張が入りまして、あ今月すげえなんか移動するなっていうね、月の3分の1くらいは神奈川県っていうか自分の家にいない、ね、月になりそうだなっていう、なんかすごいワクワクしております。今月すごい楽しみです。はい、まあ僕はこの筋トレ大好きサービス業界で働くサラリーマンの日常っていうことをねメインコンテンツやってますから、まあそんな僕がねこう旅に行ったらどんな旅になるのかっていうのもちょっと、まあ、興味本位でも見ていただけたらなと思います。はい、ということで今週気になったニュースのコーナーなんですけれども、まあ、今週もちょっとオリンピックで気になったニュースがありまして、女子ボクシングでジェンダーレスの問題がね出てきましたよね。まあ、女子ボクシングの大会というか女子ボクシングでその元男性の方がまあ、女子ボクシングに出て、でまあそれで優勝したんだっけ、その選手が、ちょっと分かんないです。僕オリンピック、まあ、見てるようで見てないんで、っていうのは僕家にテレビがないんでね、ちょっと全然見れてなくて、で見れてない、まあジムでちょっとねテレビで映ってるのをまあ見てるくらいなんですけど、でそのいわゆる元男性と試合をした選手っていうのは確か1ラウンドやった時点で棄権したんですよね。なんかもう身の危険を感じたか何かで、まあでもそりゃそうだよね。だってさ前もって言っておくと、僕別にそのジェンダーレスの問題っていうか、なんていうんですか、そこの問題に対して別に僕否定的な意見を持ってるわけでもなくて、むしろその、まあ、いわゆるパーソナルな部分なんでね、人それぞれあっていいと思ってますし、全然否定もしないですし、実際に、まあ、身近で、まあ、いた時もあります、そういう人がね、
まあ、友達でいたっていうわけではないんですけど、そういう方と出会ったこともありますけど、別にそこに対して否定はすることもないし、全然ね、まあ、僕は普通に女性が好きな男性ですけど、別になんかそこに対してそういう僕と違う考えを持ってるからって否定的な考えは持ってません、持ってないですけど、スポーツにおいては僕はちゃんと分けるべきだなっていうのは今回の件を見て思いました。それは、まあ、やっぱりね、いくらその手術をして、まあ、肉体的に、そしてまあ戸籍も変えて、まあ、戸籍上も性別が変わってるからとはいえ、まあ、やっぱりその、なんだろうな、男性として生まれてきている体を持っている人と女性として生まれてきた選手ではやっぱり差ってすごいでかいと思うんですよね。で、特に今回の競技はボクシングだったんで、やっぱ格闘技ってなるとやっぱり当たりどころが悪いと本当に命に関わる危険性が高い競技なんで、より一層そこの差っていうのはかなりシビアに捉えなければならないところなのかなって僕は思ったんですよね、やっぱり見てて、うん、ちょっとここに関しては、まあ、今の現状のオリンピックでは男子と女子っていうね、2つにしか分かれてないんですけど、そこにまあジェンダーレスっていうところも入れていくべきなのかどうかみたいな話っていうのはしっかりとね、大人の人たちで集まって話し合いをするべき問題なんだなって、そういう問題についてしっかりと向き合わなければならない時代になってんだなっていうのを僕はすごく感じましたね。まあ、ボディメイキングにおいてもあるんですよ。そのジェンダーレス部門っていうのはブラジルかなんかで行われたボディメイキングの大会で新設されてね、行われたことがあるんですよ。で、僕もその画像かなんかで見たんですけど、まあ、男性なんです、肉体的には男性なんですけど心が女性だよっていう選手が出る用の部門っていうのが出て、ポージング自体は女性のポージングをする、ただ体は男ですっていう、だそのビキニを着るとかではなくて、もう普通のその男子選手と同じ服装をして出るみたいな、ただポージングは女子のポージングみたいな、まあ、もう本当に全く新しいジャンルとして生み出されてて、でそこには本当に何だろうな、心も体も男性です女性ですっていう人は出なくて、もう本当にそういう、もう同じ条件の選手しか出てないっていう、まあ、完全にその住み分けをした形でね、開催をされてたんで、なんかそのオリンピックとかでもそういうことってっていうのもね、視野に入れて考えていくべきなんじゃないかなっていうのを思いました、うん、いや、 やっぱりね、難しい問題ですよね。でも本当にまあ、なんか本当に多様性っていうものが叫ばれてる今時代に変わってきてるんで、まあ、オリンピックっていうのはもう本当に古代ローマの時代から続いてる本当に歴史が深いものなんで、簡単に変えることっていうのはできないかもしれないです、できないかもしれないけれども、ただ歴史っていうのは常に動いているものでアップデートをしていかなければならないものだと思うので、じゃあ今ジェンダーレスっていうものがもう世界的に叫ばれているわけですから、じゃあこのオリンピックっていうものも時代に合わせてね、変えていくべきなのか、まあ実際扱っている競技も時代に合わせて変わってるわけだから、サーフィンとかも今までなかったわけだしね、古代の時代にはなかった競技っていうのが今もあるわけだから、まあそこのね、性別っていう部分もしっかりと新しく時代に合わせて変化をさせていくべきなのかなっていうのを僕はちょっと見てて思いました。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。